にちは、元ボスト記者の高木圭介と申します。いや、前回5年前ですか、5年前 の、 横浜みなとみらいホールでやったオペラ歌合戦、まあこんな不毛な対決もなかったですね。歌いました、歌いましたよ。待てコントラバビチラッサー、もう散々お互い罵り合ってオペラで歌いまくって対決をしたにもかかわらず同点で最後はじゃんけんでチームを決するっていうありえない展開になってしまって、てなわけで今回あざみ野の方でまた5年ぶりに対決をするとあって、もうね、こういう場合普通胸がワクワクするとかドキドキしますっていうけども、頭痛くなってきちゃいましたね。で今ね、ここに泉良平さんと新津晃平さんのプロフィールが送られてきたんですけれども、泉良平バズーカーバリトン東京芸術大学首席卒業、泉さんって何芸大卒なの、って大学院、嘘でしょこれ。最近ほらフェイクニュースとかで一緒で、ほら経歴を詐称する人も多いから、いやーすごいですね。しかもなんか文化庁オペラ研修所修了、ミラノ音楽院に学ぶ、藤原歌劇団椿姫蝶々夫人、東京に機械ワルキューレさまよえるオランダ人、なんかいろんなのに出演されてね。へえ、しかもなんだ、日本オペラ協会静かと義経ってどう見てもお前は弁慶だろっていう感じなんですけれども、小泉さんとんでもない、ね、オペラ歌手としてすごい経歴をお持ちですけど、まあ多分嘘ですから、まあ、見ていただければ分かると思うんで、まあ、その辺の真贋を見極めるという点でもぜひ注目していただきたいと思います。続いてこのハイパーテノールの新津晃平さんのプロフィールも届いてるんですけど、まあ、新津さんもね、こう泉さんがジャイアンならもう新津さんは典型的なスネオタイプということで、まあ、浜のハイパーテノールを受賞されてます。大体浜は浜でもね、オッパマとかね、せいぜい浜川崎ぐらいのもんで怪しいもんなんですよ。でもね、こう新津さんもよく見たらね、東京芸術大学卒業、同大学院修了、ともに芸大卒なんです。芸大っていうより芸人みたいなもんですからね、お二人はね。しかも2機械オペラ研修所マスタークラス修了、東京2機械のバイプレイヤーとして新国立劇場、東京文化会館などで多数のオペラに出演。まあ、これもちょっと怪しいもんですけど、確かにね、歌はうまいです。僕ほどではないと思いますけどね、こう新しい日本語のオペラを作る YNO を作曲家の山田香織さんと設立。この山田さんというのがね、一番奥さんなんですよね。こう2人ともね、前回の5年前の対決の時の山田さんを審査員に入れるっていうね、ちょっと裏工作をしておりまして、それに途中で泉さんが気づいて暴れるっていうね、もう大変バックステージで揉め出して大変だったんですよね。まあでもこう現在もね、2機械構成会横浜市民広間演奏会会員として活躍されてるという。まあこうね、暴力的な対決だとどうしてもね、体重も重い泉さん有利ですけれども、こうなんていうんですかね、こうスネ夫ことこう新津さんもね、負けていないんですよね。口は達者ですからね、こうジャイアンこと泉さんを怒らせる術と手なずける術もね、すごい身につけてるんで、いろんな策を講じて泉さんを騙し討ちしてる点がもろもろ見えると思うんで、そこにも注目していただきたいと思いますね。もう一つ注目はね、どんな曲でもささっとね、即興で弾けてしまうスーパーピアニストの山中敦さんという方が当日も演奏されるんですけど、このスーパーピアニストの腕前に注目していただきたいと思いますね。オペラ界のみならず音楽界全体をこのスーパーピアニスト山中さんが掌握してしまうんじゃないかと私は密かに予想しておるところであります。というわけで、この泉さんと新津さんの構想っていうのはね、もうこうオペラ界のね、未来を、まあ、向けた権力闘争ですね。これは勝った方がオペラ界の実権を握るですかというね、究極の対決です。
ングコングとゴジラが再戦するとか、もうそれに例えたいところなんですけど、まあ、ね、そのうち実際はね、笑点の歌丸対小遠慮とか、お笑い漫画道場の鈴木よちじ先生と富永一郎先生のような全く不毛な構想に陥るんではないかと私は思います。